前回は浮力を利用して体積を測るという実験をしてみました。今回はそれを応用したいくつかの実験を紹介していきます。まず最初のテーマは、水と石はどちらが重いかという話です。こちらに石を用意しました。ここに水が入ってますけど、水と石ではどちらが重いでしょうか。では試してみます。水の中に石を入れるとどうなるかというと、皆さん分かりますよね。沈みます。ですから水と石では石の方が重いんだということが分かります。さて、ここでちょっと考えてほしいんです。今ここで沈めたこの石の重さとコップに入っている水とどっちが重いでしょうか。それではそれぞれの重さを測ってみましょう。まず最初に石の重さを測ってみます。石の重さは 33.7g です。次に水の重さを測ってみます。水の重さは 265.3g と表示されています。でこのうちですね、この容器入れ物の重さが 15.3g なんです。引き算すると水の重さだけですと 250g です。どっちが重いかっていえば水の方が重いですよね。でも最初に実験したのは石の方が重いから水に沈みましたということなんです。さてこれどう考えたらいいんでしょうか。この時に水に物が沈むとか浮くとかですね、あるいは水の重さはどのぐらいかという時に、水の重さというのは量によって変わります。バケツ1杯の水は非常に重いです。コップ1杯の水だとそれより小さい軽いです。そうすると水とかあるいはいろんな物質のなんですね、重さを表す時に同じ大きさで比較するっていうことが必要になってくるんです。同じ体積で比較するという考え方があります。その時に使われるものを密度と言います。密度はその物質の質量ですね、質量を体積で割った値です。それでは先ほどの石の密度を測ってみることにします。まず準備として掴むトングですね、トングの体積を測っておきます。赤い線のところを目印にして沈めてみると 3.7g ぐらいです。ということは、これが体積を表してますから約 3.7 立方センチメートルであるということ。次に石の体積を測ってみます。赤い線のあたりまで沈めると 16.5g となります。 16.5 立方センチメートルということが分かります。今測定した結果からこの石の密度を計算してみます。体積が 16.5 立方センチメートル、ここからですね、トングの体積 3.7 立方センチメーターを引き算します。そうすると 12.8 立方センチメートルっていうのが石の体積ということになります。これを分母にして分子の方に石の重さ、先ほど測った 33.7g、これが石の重さあるいは石の質量ということになります。 33.7÷12.8 で計算するとおよそですけど 2.6 単位はグラムパー立方センチメートルとなります。これがこの石の密度ということになります。ちなみにですね、水の密度は温度とか圧力によって若干変わりますけど、およそですけど1グラムパー立方センチメートルですから、だいたい水の重さに比べてこの石の重さというのは、密度で表すとですね、約 2.6 倍あると。こう考えると石の方が重いという言い方ができるんですね。ですから水と石はどちらが重いですかって比較するときに、この全体の重さではなくて、密度という値、それで比較すると浮くとか沈むとかそういうことが分かる、そんな実験です。